皆さんこんにちは、モンハン部新人マネージャーのオカピーこと岡田さやかです。イエイ。はい、ではい、皆さんこんにちは、モンハン部新人マネージャーリサこと三田寺リサです。はい、始まりました。モンハン部マネージャーのプレイ動画企画、うん、G 級ハンターへの道、イエイ、イエイ。ここか、イエイっていうとこ、ここだよ、イエイっていうとこね、うん。さて、この企画はどんな企画ですか？はい、この企画ではモンハン部女子マネージャーである私とオカピーが今実際にプレイしているモンスターハンター 4G のさまざまなクエストに挑戦しているところを自ら実況付きプレイ動画として皆様にお届けする企画です。お届けする企画ですっていうことなんですけどね。はい、実況プレイって難しいよね。そうなんだよね。この間一回、最初の企画でシャガルマガラを村クエの最後のエンディングまで見ようというところで実況プレイやってみたんですけど、うん、緊張するよね。そう、もう手汗いっぱいかくしね。そのためにね、今日ここにテーブル拭き用って書いてあるけど、お手拭き用だからこれを用意してもらって、これ用意してもらってね、ちゃんと濡れちゃったらこうお手拭き用してね、いつでも拭けますよっていうのを用意してもらったから。まあこの企画はですね、こう私たち、モハン部のマネージャー、このか弱いマネージャーたちがですね、か弱いマネージャーたちが実際にこう挑戦して私たちもできるよっていうことをね、皆さんに見てもらって、皆さんもやる気になるような動画にできればいいなってね。一緒に頑張ろうっていう動画だね、うん、そうだよねそうだよ。では早速今回私たちが挑戦するクエストは何でしょうか？ハンターランクを解放するために必ず討伐せねばならぬ、せねばならぬダラーマデュラです。ダラーマデュラね、ダラーマデュラ言えなかった、ダラーマデュラそうね、うん、あのでっかいねやつ、蛇みたいなやつ、うん、そうだよリサちゃんはやったことあるの？そう、リサは2回ほどやりました。2回ほどでも、ね、ハンターランクを解放した。そう、解放した、うん、解放しまして、55になりまして。 55! そう、結構いいね、やり込んだね。結構やったよってみんなに褒められた。挑戦してみましょうか。見ましょう、2人でできるかね。よし、今回は私の画像をメインにしてね、うん、そう、実況したいと思います。はい、じゃあ準備は万全かな。ちょっと待って、なんだ、どうした？これするから、イヤホンしちゃうの？そう、しないとね、できないの。確かに音はね、大事なヒントになるから。そう、多分ね、見てくれてる人も、あ、分かる分かるって言ってる今。言ってる？そう、テレビ。でもそれは大丈夫、私の声は聞こえる。あ、じゃあ1個だけしようか。そうだ。あ、オッケー。それでもう大丈夫、万全、余裕、万全。万全した。じゃあいつものあれでいこうか。そうだ、では G 級ハンターへの道を目指して一狩り行こうぜ。あ、ドキドキ。高難度ですよ。うん、高難度です。あ、来ましたね。この最初のムービーが2人しかいないよ。ちょっと寂しいね、やっぱ4人じゃないとね。そう、2人でプレイするのはなんやかんや初めてかもしれない。そっか、そう、協力してね。協力し合ってね。うん、うん、はあ、でもよくこうハンターたちがこんな大きいモンスターを目の前にして。そうだよ、本当だよね、うん、だってモンスター現れたら絶対逃げるもんね。逃げるよね、壁に隠れる。でもちょっとシャメだけ取るかなリアルだね、確かにシャメは取るかもしれない。ちゃんと逃げてからね、シャメここがシャメポイントかな。わ、すごい、うわ、出てきた、この不気味、本当に、うわ、あ、始まった、よし、じゃあまずね、オカピーについていくね。
まずはね、この矢印が出てるところ、うん、ほう出てるね。いつも登る、私は。あ、うわで、ここの、うん、体を登っていくと、あ、頭までたどり着くから。え、なんか落ちた、なんか私落ちちゃった。オカピについていこうって思ったのに、見失った。今は上にいるかな。そしてどこかわかんないとこを切ってる。胸のところと爪のところ。どこにさ、ターゲットカメラをさ、合わせたらいいの？頭かな。頭？消えた時が一番気をつけないといけない。まだいるよ。あー、ペロペロペロってしてる。ペロ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 。でもメインはやっぱりこの胸のところと。あ、始まったよ。移動始まった。あの今移動してるから、もう体を見つけたら切る。そう、うわ、やられた。見てるにはね、気をつけて。今光ったところが爆発するから回復。光ったらすぐ、光ったらすぐ回避。回避。今のは尻尾だったのかな。あとは尻尾かな、狙うところは。尻尾。おー、前田ダラーマジュラやった時はモテさんのすごいわかりやすい。どこどこ切ってくださいって。そう、すぐ言ってくれるから、そういう人たちと一緒に行くと分かりやすいかもしれない。楽しくない。迷子迷子。どこにいる？ここ。尻尾？尻尾狙ってる？尻尾の方にいた。危ねー。危ねー。あ、壊れたよ。壊れた？壊れたらすぐ頭。オカピが壊してた。ほんと？うん。壊れたらすぐ頭に乗って。石とかも使ってる？その。うん。でも3つ揃わないの、なかなか。大きいから。なるほどね、うん、消えたら要注意ですよ。消えた？ブレスとか。あ、ブレス来るよ、ブレス来る。え、どこに逃げる？緊急回避しなきゃ。それか戻り玉使って、苦手な人は戻り玉でこう。あ、おー、あ、こう走りながら回避をしないと。私じゃあすごいダメージやられたね。今どうなった？ちょっと見て。また来た、もう一回。おお。うわ、二回ともやられた。でもあれだね、大丈夫だね。防御力が強いからかな。もうそれ、これやられた後は、やった後はしばらく動かないから、その時も頭とか狙って。あ、消えた。気をつけてね。はい。逃げて。来たよ。ブレスに向かって走っていくイメージ。もう一回来るか。マジ隠れてる。苦手だったらもう全然戻り玉使っていいから。よし。なんか今奇跡的に避けた。奇跡的に避けた、うん、避けれた。あ、あ、サブタルト。
もう一回、頭の。うわぁ、タイミングよくガブってされた。やられてんじゃん。でもこれ終わった後はもうしばらく動かないから、この時はチャンス。あ、ほら、駆けつけるといなくなってるから。そうね、そういうところがね、難しいよね。うん、すぐキャンプに戻るね、私。大丈夫、まだ1回も落ちてないから。そうだね。今のところ、針は15分かな。だから、このまま順調にいけば、30分ぐらいで倒せる。2人で15分ぐらいな。あ、私の分じゃない。玉みたいの吐いたね。吐いたね。これよし、どうぞ上に登っていきます。真ん中ら辺を切ってる。真ん中ら辺？うん。真ん中ら辺ってどこだ？お！わあ！なんか壊れたぞ。落ちていく。あれ？今どこにいるの？じゃあ。本当に、どこだろうこれ。爆弾をね、さっき体に2個置いてきた。お、ドドドドドド。しゃがまないと、もうそこ、今もうそんなとこじゃなかった。
ここら辺なかったっけ、あれどこだ、ここら辺だ、あったあった、中大、中ぐらいの台のところに、ここ上段、上段、ここ上段、よくわかる、いやー、あー、あ6階だったー、私もそのぐらい、はい、ということで無事にダラマデュラ討伐できました、イエーイ、結構頑張ったんじゃないかな、2人でね、頑張ってた、オカピ、私、うん、よかった、リサも頑張ってた、でもなんかね、うまく避けられなかったところと噛みつきはうまく避けられなかったな、何回も噛みつかれた、何回も噛みつかれた、口の中まで見ちゃったからね、見ちゃった、ピンクだよピンク色してた、うん、今回のプレイ、うん、点数つけるとしたら何点かな、先輩85点、85点、うん、だって頑張ったから、頑張った、そう、あれ P4 だよね、じゃあ残りの15点はどこだった、うんと、いっぱい噛みつかれた、いっぱい噛みつかれた、やっぱそこね、避ける技をね、避ける技ね、走りながらこう飛び込む、走りながら飛び込む、ブレスとかはやっぱりこうブレスに向かっていくっていうのがやっぱ恐怖心変わるよね、向かっていけばいいの、そう、こうブレスがこう来るから、こう来たらこうやって走っていく、はあ、難しい、それがやっぱちょっと最初はこう向かっていくっていうのがやっぱ怖いから、うん、遠くに遠くにって思って、そう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 、向かっていって飛び込む、そこがやっぱ一番のポイントかな、個人的に、いいこと聞いた、本当、うん、リサちゃんは今回一番自分活躍できたなって思うところは、やっぱり危なくなったらすぐ戻る、キャンプにいっぱい戻ったね、キャンプにね、何回ぐらい戻った、 5、6回戻りました、キャンプ、でも危なくなったらっていうか勝手に戻ってたね、そう、なんかいつの間にか落ちてて、多分あそこの、そうって言ってキャンプにしとった、あそこのぐるぐる巻きつかれるところを、うん、このところに入ったんだね、そう、入っちゃうとベースキャンプに入るのがうまかったんだ、入り込むのがね、だから戻っちゃった、いっぱい、もう全然もうブレス吐きそうだなって思ったらもう戻り玉使って戻るとか全然 OK、 回避してね、そう、でも本当はねちゃんと避けられるようになったら、うん、こうブレスがね終わった後に結構ちょっとしばらく動かないから、そこのチャンスをね掴むことになるから、ね、そこに攻撃しなきゃいけないんだもんね、そう、そこができれば、はい、もうダラは全然平気だと思います、はい、はい、というわけでね、今回のメインプレイはカラサイカが提供しました、はい、では次回のターゲットはどうですか、はい、ウカムルバス、そしてなんと私がメインプレイでお届けしちゃいます、ウカム G級になるにはね欠かせないモンスターですからね、頑張るよ、頑張ってね、うん、いけるかい、メインプレイいけるっしょ、いけるっしょ、うん、はい、では次回のモンハン部マネージャープレイ動画企画 G級ハンターへの道をお楽しみにしてください、では一緒にせーのバイバーイ、バイバーイ。